皆さんこんにちは、ダイエス。現在私は JR 長崎駅に来ています。今回この動画は長与経由なのにノンストップ、長崎線の臨時快速に乗ってみたということでお届けしていきます。長崎線では浦上喜々津間で長与経由の旧線と一根野経由の新線、2つのルートに分かれています。ただ本日2月7日から9日までの3日間、一根野経由の新線で日中の時間帯保守工事が行われる関係上、当該時間帯の新線経由の列車は長崎諫早間で区間運休となります。そのため長崎諫早間の移動手段っていうのが西九州新幹線もしくは急線経由の長崎線となってしまうんですが、急線経由の長崎線では一部時間帯長与止まり、つまり諫早まで行かない列車っていうのも運転されているわけです。それではまずい、諫早まで行かないのはまずいということでね、長与止まりの列車とは別に同じ時間帯に諫早まで直通する急線経由の列車が運転されており、しかも臨時快速で長与線内はノンストップ、急線内は全部通過していくっていうね、なかなか面白い列車が設定されているわけです。そこで今回は長崎から諫早まで急線内ノンストップで走る臨時快速乗ってみようと思います。ということで JR 長崎駅の在来線改札口にやっていきました。改札口前にはですね、今回の喜々津浦上間保守工事に伴う列車運休のお知らせがね出されています。で、今回使う切符っていうのがこちら、長崎から諫早までの乗車券です。こちらでね早速入場していきましょう。今回乗車する長与経由ノンストップの臨時快速っていうのが5番乗り場10時28分発の諫早行きです。一根野経由の方に表示がされているんですね。でスクロールで停車駅が出ているんですが、浦上喜々津に諫早とね、本当に急線内ノンストップで走るわけです。それではね早速発着する5番乗り場の方移動していきましょう。 JR 長崎駅の長崎線ホーム35番乗り場やってきました。もうすでに5番乗り場には車両が止まっていますね。長崎駅5番乗り場に停車しているこちらが10時28分発急線内ノンストップで走る臨時快速長与経由諫早行きです。 JR 九州の YC1系 気動車ですね。側面表示はフルカラー LED になっています。プレスリリース上では臨時快速と言っていたのに、側面表示では普通列車で案内してるんですね。しかも急線内ノンストップなのに普通っていうのはなかなか面白いです。それでは急線内ノンストップの臨時快速乗車していきましょう。車内はこんな感じです。発車までまだしばらく時間があるのでね、ここで長崎駅の時刻表を見てみようと思います。こちらがね長崎駅の時刻表です。長与経由と一根野経由見てみるとですね、同じ欄に記載があるんですね。ただ分かりやすいように行き先のところカッコ書きで長与経由一根野経由っていう風に表示がされるようになっています。黒字が普通、青字が快速シーサイドライナー、オレンジが区間快速シーサイドライナーです。見てみるとほとんどが一根野経由で運転される列車ばかりですね。で、今回の保守工事の当該時間帯っていうのが9時から15時までの間、この時間帯を走る一根野経由の列車は全て長崎諫早間で区間運休という形になります。で、10時台と14時台この時間帯にですね長与止めの列車が設定されています。この2本はね諫早まで行かないということで、これではまずい、一連の経由の列車もないということでね、臨時快速が設定されているわけです。3日間のみで臨時運転する列車なんですが、駅の構内放送ではしっかりね臨時快速対応しているんですね。しかも停車駅まで対応しているわけです。なかなか面白いですね。10時28分、臨時快速が長崎発車していきます。この列車は喜々津方面、臨時列車、和歌諫早行きです。本日は長崎方面、
の経由の列車が線路保守工事のため運休を一部の列車運休となっております。そのためこの列車臨時列車の諫早行きとして運転を出しております。停車駅は浦上、比企津、西諫早、終点諫早です。線路保守工事のため長屋経由の線路を通って運転をいたします。ご乗車ありがとうございます。まもなく浦上に着きます。開くドアにご注意ください。浦上を出ますと次は比企津に停まります。長崎を出てから2分、やってきたのが浦上駅です。ここから先ね、新線経由と急線経由に分かれるわけなんですが、新線経由はね、本日保守工事の関係で運転しないで長与経由でこの列車運転していきます。急線ね、単線ということで、この浦上駅では長崎行きの列車と行き違いのため少々停車するわけです。ちょうど長崎行きの列車がね、やってきたですね。10時32分、浦上駅発車していきます。次の停車駅は急線経由で比企津、急線内すべての駅を通過していくわけです。浦上発車後、新線経由はですね、長崎トンネルを入るために下っていう形でね、新線と急線が一旦お別れします。この後比企津手前でね、また合流するといった感じになります。本来急線を通る列車っていうのは基本的に各駅に止まるのみとなっています。だから今回はね、臨時快速ということで途中駅も通過していくわけです。さて列車は浦上から長崎線の急線に入ったわけなんですが、急線は線形がね、新線ほど良くない上に、この列車は臨時列車です。定期列車と定期列車の合間をうまく走行していくということもあってか、結構ゆっくり運転していくんですよね。通過しているのが長与駅です。急線内でね、最も大きい駅なんですが、運転停車することなくそのまま通過していきます。現在走行している長崎線の急線と、本日保守工事で区間運休となっている長崎線の新線、何が違うかっていうと、急線経由は山をうまく迂回しながらぐねぐね走行しているのに対し、新線経由の方はトンネルでね、山を突っ切っているわけです。急線経由はね、山間部をうまくぐねぐね避けながら運転していくということで、カーブも多くなっているわけですね。そして列車が現在通過しているのが本川地駅です。もともとね、この本川地駅っていうのはスイッチバックの構造だったらしく、その名残っていうのがね、現在ここには残っています。そして現在通過しているのが大草駅です。この列車急線内ノンストップで走っていくんですね。大草から先の長崎線急線っていうのは海沿いをね、走行していきます。そのためね、ところどころ草木に隠れてしまいますが、海の素晴らしい景色、広大な大海原をね、列車内から楽しむことができるわけです。先ほどまで山深くを走行していた臨時快速、海沿いに出るとね、景色は一変し、なんか面白いですよね。山と海どちらも楽しめるのが長崎線の急線の醍醐味です。こちらが急線内最後の駅、東園です。次がね、比企津なわけですね。比企津到着前に一縫の経由の新線と合流します。
浦上から旧仙台全区間ノンストップ23分でやってきたのが喜々津駅です。ここから先はね、終点の諫早まで西諫早、諫早と各駅に泊まっていきます。10時55分喜々津駅を発車していきます。ご乗車ありがとうございます。この列車は臨時列車諫早行きです。次は西諫早に止まります。お客様に、長崎線の旧線内は単線だったわけなんですが、喜々津から先諫早までの区間っていうのは複線になっています。長崎線の旧線内はね、線形もそこまで良くなくスピードは出なかったんですが、喜々津諫早間ではもともと特急街道だったっていうこともあり、線形が良くね、列車もそれなりにかっ飛ばしていきます。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点諫早になります。西九州新幹線、長崎本線、由江方面、大村線、大村方面、島原鉄道はお乗り換えです。ひらくろにご注意ください。長崎を出てから35分、やってきたのが終着駅の諫早です。この諫早駅では階段を使っての乗り換えになりますが、10分接続で大村線の竹松行きに乗り継ぐことが可能になっています。乗ってきた YC1系、 折り返し11時24分発長与経由臨時快速長崎行きとして運転します。旧線内ノンストップで走る長崎線の臨時快速に乗ってみた動画、いかがだったでしょうか。本日から9日までの3日間、一の経由の新線で保守工事を行う関係上、一部列車で長崎諫早間区間運休となっています。旧線経由だとね、一部時間帯長与止まりの区間列車がある関係上、諫早まで来れないということもあり、この臨時快速がね、設定されているわけです。保守工事の時にね、おそらくまた設定されるとは思うんですが、旧線内のね、通過運転は特急2つ星4047で見ることが可能になっていますので、そちらもぜひ体験してみてはいかがでしょうか。また臨時快速以外でもね、長崎線の旧線はいろいろ景色がよくおすすめですので、ぜひ乗ってみてください。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。